ひでおぴちゃん、いやーこれな、86だけど86よりも通勤にも使えるし、減衰の神様って言われたんだな、俺初めて聞きましたけど攻めるよ。おお、なんかすごいレスポンス感があるね。おトラクションもかかるし、スピードが速いってよりも、もう接地感がやっぱりこうすごくいいよね。やっぱりこうトラクションがかかるし、その粘ってくれる乗り心地がいい分、やっぱりこうトラクションのかかりっていうか、それもいいんだけど、まあ若干やっぱりアンダーっぽいところもあるかな。まあ急に谷口に帰んじゃねえぞ。分かってんな。まあ本当今日は楽しかった。